いつも豚店長チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回は羽田空港ですね、羽田空港でですね、ペナルティパスを使ってですね、ファンが食べたいと。今まではマッサージだとか足湯みたいなとこあったんですけども、この春からはご飯が食べられるということでね、ちょっと紹介しようかなと。東京出張チャンスだったんで、せっかくなら昼飯はこちらで、ちょっとね行き方が分かりづらいってことがあったんで、羽田空港ついてですね、こちらの行き方に沿っていただければと思います。目的地は第3ターミナルです。第3ターミナルは2階の到着フロア、そちらの方から羽田エアポートガーデンという方に向かいます。ひたすらこの和テイストをですね、通りをずー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 っと歩いて、ひたすら奥に向かって歩きます。やっぱね、国際線発着の第3ターミナルです。ちょっとね和の雰囲気が出てますよ。で、左手にローソンが見えてくるとですね、もう目的地近いです。そこからずーっと行ってですね、右側に曲がり歩きますよ。で、エスカレーターを下っていってたこちらですね。ここからですね、降りたら左後ろに、まるでカーナビのです、左後ろに回り込みますよ。そうするとずーずーずーっとから60メーターくらい、50メーター近いくらいでですね、オールデイダイニング、グランエールというのが見えてきます。これね、ダイニングはね、朝食ビュッフェとかね、ランチビュッフェとか、ね、ディナービュッフェみたいなんですね、企画もやってるんですけども、今回はペナルティパスはランチのみとなってますよ。この日は土曜日の午後お昼ってなってましたけども、11時の開店前から30分前からですね、行列ができてました。まあ、といってもね、そんなに、ね、まだまだ混んでないと思います。で、料理がずずずっとありますよ。予約はできないのでね、プラティパスの方はですね、予約で入ってくる他のお客様とかフリーのお客様の隙間隙間で入れてもらう形になってます。和洋の食事が並んでますよ。こちらね、ハンバーグ、これ美味しかったね。このハンバーグね、焼き立ててきたハンバーガー最高です。で、トッピングがしてるのにあるんで、自分でトッピングして、この海鮮丼もありましたし、うなぎもあった。で、なんかね、多国籍料理って感じ。今回ね、なんかね、辛いスパイシーな料理の特集やってましたね。テーマがあるみたいですけども、ね、でもちろん出来たてがすぐ並ぶって形になって、そんな品数たくさん、まあ、あるっちゃあるけど、まあね、辛いやつね、辛いシリーズですよ。スパイスの夏企画やってましたよ。さて、料理なんですけども、ちょっとねこじゃれて取ってきました。山盛りにする人もいたけど、私はちょっとずつです。ちょっとこれうなぎね、うなどで、海鮮丼、自分でする海鮮丼、これはリアンシュなんとかぐちゃぐちゃな感じでしたね。これハンバーガー、これがうまいんです。まずはこのリアンシュなんとかっていうですね、海鮮丼、自分で作るやつですけどね。でね、お一人様ね2時間くらいまで OK で、到着発着両方の航空券ですね、どちらでもいいです。航空券とその当日のね、でプロティパスを持ってくると、ハンバーガー、トッピング、アボカドとかも乗せてですね、いろんなもの乗せて、ギュッと美味しい。このね、ほんとこのジューシーで美味しいこのハンバーガーを、ね、ぜひ食べてみて、うん、炭水化物だけでいい、ほんと美味しかった。もうね、そのね、3口4口食い切る、ちょうどいい大きさだと思う。で、ビーフでしょ、なんだか海鮮のでしょ、カモのパラパラミスだか、パラパスタだか、ちょっとね、私グルメオンチの、あと焼き鳥、辛いやつね、なんか緑のも少ないね、茶色系が多くてごめんなさい。サラダちゃんとあったんですけど、この量で満足してしまうんだよね。朝飯抜きできても寂しい限りでございます。
これが無料で食べられる。ランチビーフ、オールデイダイニング、グランエール、プロティパスで食べられますよ。と思ったんですけども、ちょっと早すぎる。いや食べ忘れてたものがありましたよ。何かね、海鮮丼、一応ねちっちゃいけどいくらか乗ってました。あんかけ焼きそばね、これ溢れちゃうわ。レッドカレーね、グッと瞬足。これもね、海鮮丼醤油かけて、わさびもあったしね、ちょっとずつちょっとずつ食べればいいのかなと思うんですよ。結構それもボリュームあるわ。お腹いっぱいにされちゃうよ。平日はねそんなに困らないみたい。実はねこの日土曜日でね、月曜日の帰りのね便でも行ってみたけどね、並んでないね。そんなねいいわ。もう開店と同時にもうガラガラ、並ばなくて入れるから。まあ土曜日はしょうがないね、祝日はね。それ以外はほんと混んでますんでね、並ぶのは覚悟しか。それでもね、中はねそんなに混んでない、余裕、広いし。だからプラティパス持ってる方はぜひぜひこちらを使ってみてください。オールデイダイニング、グランイエルさんでした。行き先も含めてご紹介でした。いつも拙い動画で申し訳ございません。お手すきでしたらチャンネル登録及びコメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございます。豚店長でした。失礼いたします。